ービスのオータムラジオ。始まりました、クラリスオータムラジオ、イエーイ。このラジオは10月16日水曜日発売のコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌と、10月23日発売のベストアルバムクラリスシングルベストセカンドのリリースを記念したウェブラジオ番組です。全5回にわたって YouTube でプレミア公開とお話ししてきましたが、はい、シャープ2で発表されましたように、次回のシャープ5は生配信特番になりましたので、プレミア公開は本日が最終回となります。はい、シャープ1からシャープ3を見逃してしまったよという方は、私たちのオフィシャル YouTube チャンネルにて公開中ですので、ぜひチェックしてください。皆さん、シャープ1からシャープ3まで楽しんでいただけましたか？どうですか？今回は、コンセプトミニアルバム、オータムトラックス秋の歌と、ベストアルバム、クラリスシングルベストセカンドのリリースを記念しているということで、毎回、いつもにまして、情報量が多くて、そう。でもね、皆さんにね、たくさんお話しすることがあって、とっても嬉しいなと思っていましたし、とってもね、素敵な2作品が仕上がっているので、今日もね、その魅力をたくさん伝えていこうと思います。はい、毎回さ、とてつもないボリュームでお届けしていると思うんですけど、今回もまだ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 お伝えしたいことありますので、はい、このシャープ4もちょっとね、ボリューミーなラジオになると思いますが、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、そして今回も皆さんからのラジオの感想を募集しています。X でハッシュタグクラリスアンダーバーオータムラジオ、ハッシュタグクラリスアンダーバーオータムラジオをつけてポストしてください。私たちもチェックしに行きますよ。はい、そしてついに明日、コンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌の発売日ということで、はい、本日のシャープ4では全曲解説も行っていきたいと思います。はい、ぜひ最後までお楽しみください。はい、ということで、コンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌から、オリジナル新曲秋のグラディエントの先行配信がスタートしています。はい、皆さん、もう聴いていただけましたか？どうですか？というより、もしかしたらもうフラゲで全曲聴いてる方が、そうだそうだよ、いるかもしれないということで、もう5分の3は配信されているんですけど、もしかしたらもうお手元に届いたという方は全曲聴いてくださっているかもしれません。はい、ぜひね、そんな感想もつぶやいてくれたら嬉しいなと思います。はい、で今回は初回生産限定版にポストカードが封入されていまして、こちらもね、どのイラストもとっても可愛く仕上がっているので、ぜひお手元に届いた方は開けてね、楽しんでいただけると嬉しいです。はい、そして毎回このコンセプトミニアルバムのジャケットは季節感がすごく感じられるものになっているんですけど、今回は秋ということで、秋をイメージした楓のジャケットとなっています。なんかさ、写真で本当に切り取ったみたいなね、雰囲気があって、中のね、こう歌詞カードを開いてもまた違う色が見れて、とっても素敵に仕上がっているので、ぜひそちらも楽しんでください。はい、そしてこのオータムトラックス秋の歌がリリースされたということは、春、夏、秋、冬の四季がコンプリートとなりました。どれも素敵な作品に仕上がっていますので、ぜひお手に取って楽しんでください。はい、さて、今日は10月15日、ということなんですが、5日後の10月20日日曜日にはクラリスメジャーデビュー14周年を迎えます。おめでとう、 おめでとう、パンパカパーンあっという間にこうね、1年1年過ぎていって、こうして皆さんと一緒にまた周年を迎えられるっていうのが本当に嬉しいなと思っています。はい、そしてさ、周年迎えた次の日にはさ、そう、ニコ生放送で会えるもんね。そう、だから皆さんと一緒にね、1日過ぎちゃうけど、お祝いできたらいいなと思うし、私たちも、素敵な姿、
姿お話をお届けしたいと思いますので、はい、ぜひ生配信、うん、一緒に楽しみましょう。お願いします。クラリスのオータムラジオ。今回のラジオでも皆さんからの投稿を募集する X 企画を実施しています。今回はオータムラジオにちなみ、秋に聴いていたクラリスの楽曲とあなたの思い出エピソードを募集しています。クラリスと秋の思い出をクラリスの楽曲名のハッシュタグと、うん、ハッシュタグクラリスアンダーバーオータムラジオをつけて X にポストしてください。お願いします。さらに今回投稿いただいた写真やイラストはオリジナル新曲秋のグラディエントの楽曲配信時に Spotify キャンバス、こちら楽曲再生画面の後ろで流れるショートムービーとなっています。そこで掲載する写真としてランダムに選んで使用させていただきます。はい、なのでぜひ皆さんの投稿をお待ちしています。はい、今回もたくさんのポストありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速ご紹介していきたいと思います。はい、X ネームチョキアットクラリスグローバルさん、はい、本日無事博士学位を得ることができました。うん、勝手な秋の思い出ですが、飾りのグッズのおかげでクラリスとクラリストの皆さんから応援されている気持ちで博論を執筆、うん、完成することができました。今後はクラリスのお二人とクラリストみたいな優しい教授になれるように頑張ります。うん、今後の自分のキャリアでの夢を叶えるため、うん、最近大好きで国際会議で参加発表するときは絶対に聞く未来航路で、うん、自分の未来のためにクラリスとクラリストの皆さんみたいに頑張り続けます。うん、田中田です。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あのね、うん、飾りのグッズのおかげでっていうのは、うんうんうん、あの別の、うん、投稿もしてくださってて、うんうん、デスクのところに私たちのグッズだったりを飾ってね、うんうん、頑張ってくれていたということで、はい、本当に嬉しいポスト、ありがとうございます。ありがとうございます。そして博士学位を得ることができましたとのことで、本当におめでとうございます。おめでとうございます。もうすごすぎない？だってね、うん、あの日本の方じゃなくてね、うん、海外の方が、うん、日本の大学に通って、うん、博士学位まで、うん、得たということで、うん、もうさ、うん、計り知れない努力というか、そう、なんか並べられた言葉もすごく知的な言葉ばっかりで、うんうん、勝手にね、私たち読んでるだけなのに賢くなったねえ、ねえ、気持ちになったの。このね、うん、帽子とか、そうそうそう、一緒にかぶってる気持ちになったよね。一緒になんかローブ着ちゃって卒業しましたみたいな気持ちになったんですけど、うん、もうここまでにすごい努力もあっただろうし、うんうん、まあ、今もね継続して努力されていると思うんですけど、うん、もうなんて言うんだろうね、もう尊敬の気持ちしかないよ。そうだよね、うん、でなんかそのさ、うん、頑張る理由というか、うん、そこに私たちが入れたっていうのが本当に嬉しいし、うんうん、こうやってさ卒業の時のねお写真でも、うん、あのクラリスの FC イベントに来てくださったなと思うんだけど、その時の入場特典のうちわを持ってくれてたり、腕にはラバーバンド、バーバーバーしてくれていたり、なんかこれからもね、うん、私たちが歌の力でチョキさんをね支えられたら嬉しいなと思います。うん、はい、チョキ教授だね。おーチョキ教授チョキ教授頑張ってください頑張ってください。素敵なポストありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてのポストです。 X ネームサウアットカレンちゃんしかカタンさん、はい、勝った勝った優勝優勝したね、はい、これは書いてませんポスト読みますね、はい、昨年の秋某フェスが中止になった際に名古屋と岐阜旅行に来ました。はい、岐阜では車を借り、この日はちょうどホリラの先行配信があったので、うん、車中で無限リピート、これまでにない可愛さで聞けば聞くほど病みつきになりました。うん、
お二人のドライブソングがあったら教えてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。フェスはね、こう中止になってしまったわけなんだけど、うん、こうしてね、旅行行く機会にしてくれて、まずはね、嬉しいなって思うし、うん、なんかさ、いろんなところに行ってさ、うん、なんかすごい美味しそうなものも食べてさ、うん、私たちも名古屋岐阜旅行したいなって思った。そう、カレン岐阜行きたいの。え、そうなの？これ絶対モネの池でしょ。行きたい。そう、ずっとさ、今モネの池見てたもんだからさ。見てたの？美味しそうがさ、え、コイ食べるのってね。食べないよ。食べないよね。うん、そう、カレンがね、このモネの池に夢中になってたせいで、うん、美味しそうっていうワードが恋に対してだと思って変化されちゃったのが危ない危ない危ない。すぐ気づいたから。はい。でもこれ何なんだろう。なんか卵っぽいよね。そうなの、卵がね、巻かれてるんだけど、うん、何巻かれてるのこれ。わかんないんだけど、あとはさ、天むすもさ、私たちリリーベで食べたでしょ。ウイローも食べたでしょ、うん、エビカツサンドも食べたでしょ。これだけ食べてないの。え、待って待って、んうなぎかな、違うかな。うまき、うまきっぽくない。おいしそう。ちょっと正解教えてね。教えて、さうちゃんね。でもさ、こうしておいしいもの食べたり、うん、こう旅行の合間にね、うん、私たちが名古屋でリリーベをさせていただいた時に、うん、会場というか、うんうん、お店にね、サインだったりチェキだったりをね、うん、置かせていただいたんですけど、そこにもね、足を運んでくれて、うん、そして私たちがきっと行ったであろう喫茶店にも行ってくれて、うん、本当にね、嬉しい気持ちでいっぱいです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちのさ、ドライブソングがあったら教えてくださいとのことで、うん、北海道はさ、意外とどこかからどこかへの距離が長いから、うんうん、日常的にさ、うん、ドライブみたいになっちゃうじゃない。そうだね、うんうんうん、そんな中でもいいし、もうどっか行くよってなった時に聴いてる楽曲なんかある？クラリス以外でにする。クラリス以外でにする。なんでもいいよ。きっとさうちゃんはさ、もうホリラ、うんうん、この時聞いてくれてたから、うん、ホリラが記憶に残ってるのかなって思うんだけど、うん、私たちはなんだろうね。難しいな。よ、改めて考えると、うん、いろんな曲が入ってる、うんうん、プレイリストをかけたりするから、うん、なんかこう決まってはないんだけど、うん、何聞いてるかな。クラリスでってなったら、うん、最近はもうライブが迫ってるからさ、うんうん、そのライブのセットリスト、みんなにも秘密なんだけどね、うんうんうん、を聞いてることが多いんだけど、うん、クララは？私はね、うん、最近、うん、そのツアーが始まるから、うん、楽曲を決めようっていうタイミングだったりに、うんうん、クラリスの曲を全曲シャッフルとかで、うん、あ、聞いてたの、うん、なんかそしたら、うん、本当に全曲シャッフルだから、うん、懐かしい曲とかもたくさん流れてくるじゃない。あるね。なんかそれがすごく、うん、エモいというか、エモいよね。同じシングルでもさ、シーズン2とさ、そうそうそう、うん、シーズン2じゃないやつさ、うん、聞いてて、あ、どっちだろうってさ、声がかかるまでわからないじゃない、うん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 、その気持ちすごいわかるでしょ、うん、なんかそれをこうしばらく、うん、この曲聴きたいみたいな気持ちで、うんうん、クラリスの楽曲は聴くことが多かったりしたから、うん、なんかこう真っさらな気持ちでいろんな曲を聴くと、うん、なんか本当にこうこの14年の歴史を感じたりとか、うんうんうん、なんかちょっと成長したなって自分でも思えたりとか、なんかすごくこうドライブ中もいい気持ちというか、うんうん、温かい気持ちになれたから、うん、もし、うん、これから遠出ドライブするよっていう方がいたら、うんうん、ぜひおすすめしたいなと思います。確かに、うん、全部聞き終わるまでどこまで行けるかとかでもいいし、ね、何キロ走れるかね。だいぶ行けると思うよ、私たちの。すごいよね、楽曲数シャッフルしたら、うんうん、でもそんな楽しみ方も本当にエモい気持ちになると思うので、うん、ぜひ機会があったらしてみてください。はい、素敵なポストありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてのポストです。うん、
X ネームクロームさん、はい、秋の思い出は去年のクラリスルームイベントの第2部のクラリス検定で最後のじゃんけんまで残ったことです。恋世界の問題で多くの人が脱落した中、うん、僕は正解してちょっと優越感を感じていました、うん、じゃんけんはあいこで負けちゃいましたが次のクラリス検定も全問正解できるように頑張りますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、私たちのファンクラブイベントでは、うん、あのほとんどの回で恒例となっているクラリス検定というコーナーがあって、うんうん、はい、私たちについて問題を出題して皆さんに正解を当ててもらう、うん、そう、そして勝ち残った方は私たちとじゃんけんをして、うん、あの景品というかそうそうサイン入りの何かとかね、うんうん、お渡しするっていうのを毎回ねやっているんですが、うん、これがねイベントの中で結構盛り上がりポイントなんですよ。そう、毎回ねみんなすごい正解してくれるからさ、うんうん、嬉しいんだけど、うん、え簡単すぎたって思って、そう年々出題レベルを上げざるを得ないんですよ、うん、そう、しかもこう回を重ねるごとに、うん、クラリス検定が今回もあるかもしれないって言ってすっごく予習をしてきてくれる方とかもさ予習ってよく考えたらね普通しないよねまずさ、うん、あのまあね、うん、ちょっと匂わせみたいな感じで、うん、なんかいつものあれもやるかもよみたいなことは私たちも言ったりするけど、やるって言ってるもんね、ね、言ってないのにさ、ね、そうみんなやるもんだと思ってくるからさじゃあやるかみたいなでもさ、うん、だからどこかの回で、うん、あの皆さんが正解しすぎて、うん、全然こう数が絞られないままじゃんけんになったことがあったので、うん、年々難しくなっていってるんですけど、うん、まあ、今回も、うん、ツアーとともに、うん、FC イベントも開催されるということで、はい、そちらでもね、うん、もしかしたらもしかしたら絶対にやるよねかもしれないので、うん、もしクロームさんが会いに来てくださるよ、うんうん、っていうことであれば、うん、もちろんこう予習をしてね、予習もそうだし、うん、もうじゃんけんまでいけるんだったら確かにきっとね全問正解できると思うから、うん、今度は心理戦だよね。次クララだったら何出すかな、カレンだったら何を出すかなっていうところまで読んで、はい、読んで来ていただけるとはい、お手元に景品が届くかもということで、はい、クロームさんが全問正解して、うん、じゃんけんも勝って、うん、私たちからね素敵なプレゼントをお渡しできることを楽しみにしています、はい、願ってます、はい、素敵なポスターありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてのポストです。はい、 X ネーム水 D さん、はい、ザ・ファーストテイクでコネクトが公開されて2年、公開日は1時間耐久動画からの流れでコネクト尽くしな時間だったのを思い出します。歌い終わった後の2人の緊張がほどけた笑みがとても印象的でした。そしてこの日は稲妻ロックフェスのオークションの締め切り日でもあり、自分自身もものすごく緊張してましたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ミズ D さん、ねえねえ、その説はありがとうございました。ありがとうございました。まずさ、うん、ファーストテイクが公開されてからもう2年経つなんて早くない？びっくりしちゃって、びっくりだよね、うん、しかもさ、うん、本当にたくさんの方に聞いていただいて、うん、コネクトなんてね、うん、もうちょっとで、うん、1000万回、行きそうなぐらい、今900万台、うん、まで聞いていただいてるんですけど、うん、なんかまさかこんなにさ、うん、聞いていただけると思ってなかったし、はあ、なんかこのやっぱり一回きりの、うん、この緊張感だったり、うん、この時にしか歌えないコネクトが詰まっていたので、うん、なんかねそれをこの歌い終わった後の二人の緊張がほどけた笑みがとても印象的でしたっていう、もうそうだよ、うん、だってさいつもはさ隣に立ってパフォーマンスしながら歌ってて、うんうんうん、時には目を合わせてっていうことが多かったのに、うん、白い空間の
誰もいない中、うんうん、お互い8の字になってたから、うんうんうん、すごく向かって正面にクララがいるっていう立ち位置じゃなかったの、うん、ちょっと斜めでね。そうそうそう、だからそんなのも新鮮だったし、うん、パフォーマンスしないからこそこのドラマチックなアレンジに対してどう歌うかっていう緊張感もあったから、うん、それが今動画で見てもすごく伝わってくるし、ね、本当にはい、いただきましたって耳中で言われた後のあの笑みだからうんうん、うん、なんかその時のことを動画を見ると今でも思い出す、うん、ね、うん、しかもさ、こういう緊張感だったり、うん、この二人の本当のこう、うん、素じゃないけど、うん、部分がこうして残されるってなかなかないことだなって思うから、うん、やっぱりミュージックビデオとかもさ完成されたもの、うん、ライブの映像とかもさ一曲ちゃんと完成されたものっていうイメージだから、うんうん、なんかそういう2人のありのままの姿を収められているっていうのが私の中でもとっても素敵な思い出というか、うん、経験だったなというふうに思っています、うん、はい。そしてさ、そんな日にだよ、うん、水木さんはオークションの締め切り日でもあったっていうことで、この緊張感はさ、うん、もう写真でね、そのきっとオークション勝ち抜いたアイテムがあるということで、うん、ゲットしてくださったと思うんですけど、うん、まさか本当に自分がこのオークション勝ったのかっていうそのね決まる瞬間も、うんうんうん、このコネクトの耐久動画の日にあったということで実際にそのパーカーをさリリーベの時に持ってきてくれたんだよ ね、うん、このチャリティーオークションが始まって、うんうん、スタッフさんから、うん、こうなんかちょっとすごいことになってるよってねって言われて、うん、って言ったら、うん、この私たちのパーカーだけ、うん、ちょっと他の方、うんうんうん、アーティストの方とはちょっとかけ離れたぐらいの金額が、うん、びっくりするくらいね、はい、すごかったんですよ。いやだから、うん、もうそれだけのこう気持ちを込めてくれたっていうのも嬉しいし、うん、この緊張してたみたいだけど、うん、もうそれを超えてくることはないだろうって、うん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 、きっとこの方にお渡しできるって私たちも思ってたから、うん、水 D さんにね、うん、受け取ってもらえてとっても嬉しいですし、うん、これからもねこのパーカーを大切にしてくれたら嬉しいなと思います。はい、もう水 D さんって分かってたらさ水 D さんへって書いたのにね、うん、ね、ね。でもそうリリーベで一致したんだよね、うん、そうリリーベで一致したのもあったから、うん、その時ペンあったら書けたね。ああ。ああ。惜しい惜しいとかでもないんだけどねパネルあったしね、そうそうそう。でも今でも大事にしてくれていてありがとうございます、うん、ありがとうございます。素敵なポストありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて X ネーム猫好きアットカタイさん。はい、私のクラリスと秋の思い出は、うん、クラリスを通じて知り合った友人たちと旦那さんの誕生日をサプライズでお祝いしたことです。おお、なんでいるのという旦那さんの一言が忘れられません、うんうん、この日のために仕事を休んで遠くから来てくれた友人に大感謝です、うん、またぜひやりたいです、うん、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なサプライズだ ね。なんかさ、こうして誕生日とかの時に自分の大事な人ももちろんだけど、うん、自分のさ大事に思っている人が自分のお友達とかをさ、うん、集めてくれたんだなって思ったらさ、うん、その心遣いも本当に嬉しいしさ、うん、なかなかそういう集まれる機会ってないと思うから、うん、誕生日にさそうやって集めてくれてさ忘れられない誕生日だよね。ね、だってね、うん、こう、まあ、なんでいるのうんうん、って聞くぐらいだから、うん、そうコメント欄をちょっと拝見させていただいたんですけど、うん、なんと北は北海道、南は広島からきっと関東になるのかな、うんうんうん、来てくれたということで、いやそれはなんでいるのって、なるし、うん、本当にそれこそ嬉しさだったりが、うん、もう驚きと嬉しさがより大きくなったんじゃないかなって思ったし、うんうん、こんな風に思える、うん、猫好きさんが、うん、とっても素敵だなって思ったし、うん、これからもね、うん、旦那さんと幸せな時間を過ごしてくれたら嬉しいなと思います。はい、
すごくこのポストを読んで私たちも幸せな気持ちになりました、うん、はい、素敵なポストありがとうございました、うん、ありがとうございました。それでは最後のポストです。はい、 X ネーム丸山真由子さん。はいはい。なんか聞いたことあるね。聞いたことあるよね。今日のラジオ情報量すごかったですね。相変わらずお二人の会話にたくさん笑って癒されたな。リベロツアーは私にとっても忘れられない大切な秋の思い出、一緒に歌って演奏できて最高でしたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで丸山さんがね、私たちの楽曲を何曲も手掛けてくださっている丸山さんがポストをしていただいていたので、思わず勝手に目に留まってご紹介させていただきました。はい、そう、シャープ2のウェブラジオでこのリベロのツアーのお話、うん、ちょうどこの X のさポスト紹介するコーナーでやったんだけど、 その時に丸山さんのお名前を出させていただいたので、うんうん、きっとね思い出して懐かしいなって丸山さんも思ってくださったんだと思うんですけど、うん、本当に楽しかったね。本当に楽しかった心から心から楽しかったし、うん、それこそさ本番だけじゃなくてうん、リハーサル期間も丸山さんといっぱいお話できたから、そうそう、なんかその光景だったりとか、うん、そういう時間も、うん、意外と覚えてる、はっきり。そう、なんかそれこそ、うん、どういう風にこの楽曲作ったんですかじゃないけど、なんかそういうさ、うんうん、普段はさなかなかお会いしてね、うん、聞けないことを伺ったりとか、うん、ね、実際にそのステージでコーラスもやっていただいたから、うん、まさかね一緒に声を合わせる日が来るとは思ってなかったし、うんうん、丸山さんと一緒にさ、うん、歌ったものを収録したいっていう気持ちになった、うん、形に残したくない？残したいもうこれはさ、なかなかコンビの2人とやった楽曲にも言えることなんだけど、うんうんうん、あの生の瞬間でしか届けられなかった音声、ね、いや、音を聞きたい聞きたい、私たちは見れるいいでしょうでもね、やっぱり、うんうん、その時にしかないこのそう生で聴ける音っていうのもね、うんうんうん、大事だし、うん、なんかそれをこう振り返ってるこの時間も、うん、本当に素敵だなって思うので、うん、皆さんもねこう振り返って、うん、あんな声だったな、うん、あんな演奏だったなって、うん、リベロを懐かしく思ってくれていたら嬉しいです。はい、そして丸山さんには、うん、今回はオータムトラックス秋の歌では、うん、松田聖子さんのカバー風は秋色でアレンジしていただいていますし、うん、クラリスシングルベストセカンドでは新曲エバーグリーンを書き下ろしていただいています、うん、はい、またね、うん、こうクリアスカイ、うん、プレシャスに続いて、うん、ベストアルバムで、うん、丸山さんにね、うん、楽曲をいただけたのが本当に嬉しいですし、はい、もう何でも私たちのことを分かっているそう丸山さんが書いてくれた楽曲本当に素敵で、うん、皆さんにもきっと響くんじゃないかなと思っていますので、はい、楽しみにしていてください。お願いします。素敵なポストありがとうございました。ありがとうございました。改めて今回もたくさんのポストありがとうございます。ありがとうございます。10月21日月曜日の生配信特番内でも、うん、この投稿していただいたエピソードをいくつかご紹介しますので、ぜひたくさんポストしてくださいね。クラリスのオータムラジオ。さて今回はいよいよコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌が明日発売されるということで、うん、収録曲の全曲解説制作秘話をお話ししていこうと思います。イエーイ。まずはオリジナル楽曲秋のグラディエントです。はい、こちらは今回のね、うん、オリジナル新曲ということで、うん、秋の切なさを存分に感じられるような疾走感のある、うん、エモーショナル、はい、楽曲に仕上がっています。はい、今回はさカバー4曲あるんですけど、うん、
バラードが2曲、うん、そしてミディアムっぽい木枯らし、うん、でアップテンポの風は黄色だったから、うん、オリジナル楽曲はちょっとテンポ感早めの方がバランスいいかなということで、はい、私たちも楽曲を選ばせていただきました、はい、でもね、うん、最初にいただいた時は、うんうん、なんだろうもうちょっと明るくて、うんうん、こう晴れやかな、うん、どちらかというとねそういう楽曲の印象だったんですけど、うん、なんかそこに長々コンビの歌詞が入って、うん、編曲が入って秋らしいこうテンポ感がいいけど、うん、すごく切なさがそれによってプラスされるというか、そうだね、今までの私たちの楽曲にはなかったような、うん、オリジナル曲に仕上がっているんじゃないかなと思います。はい、秋ってさ思ってるより早く終わっちゃうからさ、うん、その早く終わっちゃう分切ない、もうちょっと感じていたいみたいな感情もあるじゃない、うんうん、そういう季節感のグラデーションもそうだし、うん、心理的な感情的なグラデーションも感じられる一曲になっていますので、うんうん、はい、ぜひこの秋たくさん聴いていただけたらと思います。はい、続いてカバー楽曲風は秋色です。はい、こちらは松田聖子さんのカバーとなっています。はい、もうさ、うん、この楽曲は、うん、でも、うん、可愛くて、そうそう、原曲の、うん、松田聖子さんのね可愛らしさが存分に感じられる楽曲なんですけど、うん、今回はそれをクラリスで、うん、こうカバーさせていただくということで、うん、こう今までの、うん、クラリスらしい、うん、キラキラした、うん、サウンドと、うん、こう明るいけど、うん、なんかどこか、うん、切なさを感じるようなそう歌をお届けできるようにレコーディングも声を吹き込んできました。はい、松田聖子さんのカバーはスプリングトラックス春の歌の時に、うん、赤いスイートピーを一度歌わせていただいたんですけど、うん、はい、もうその時からずっと思ってて、毎シーズンさ何カバーしようってなったらどの季節にも松田聖子さんの歌あるんですよ。そうそう、だから毎回わあ素敵歌いたいって思いながらも、うんうん、でも春で歌ったしなっていう気持ちもあって、そうそうそう、うんうん、他の方のカバー楽曲を優先して歌ってきたんですけど、うん、風は秋色ということで、うん、他にもさもう一曲あったよね、松田聖子さんの楽曲で風立ちぬかな。そうそうそう、風立ちぬ、うん、秋のイメージはさ松田聖子さんといえば風立ちぬの方が皆さんの中でイメージが強いと思うんですよ、うんうん、で私たちも最初そっちの方がイメージ強かったんですけど、うん、楽曲を聴いた上で歌ってみて、うん、風は秋色がいいってなってね、そうそう、やっぱりこのフレッシュさだったり、うん、そのフレッシュの中にあるもうクララも言ってくれたけど切なさだったり、うん、儚さっていうのがこの秋にぴったりだなと思って選ばせていただきました、うんうん、はい、なんかさ、うん、やっぱり秋の楽曲って、うん、切なくてちょっとバラードだったりミディアムな曲が多い中で、うんうん、この夏の終わりから秋にかけてを感じられるような可愛らしい楽曲を入れることですごくこのアルバムにアクセントを入れれたんじゃないかなと思っています。はい、ぜひたくさん聴いてください、はい、続きまして、うん、カバー曲木枯らしに抱かれてです。はい、こちらは小泉今日子さんのカバーをさせていただきました。はい、この楽曲はね2人のユニゾン感をすごく楽しんでいただける一曲かなと思っていますし、うん、なんと先日私たちクラリスミュージックフェアに出演させていただきまして、はい、そちらでも歌わせていただきました。はい、皆さん、うん、テレビで放送された木枯らしに抱かれてはいかがでしたか。どうかな、見てくれたかな。でもね、うん、この楽曲って、うん、もちろんずっと知っていたし、うん、皆さんもこの楽曲を知っている方がたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、いざこう自分で歌ってみると、うん、とってもね、うん、表現っていうのかな、うん、この楽曲の良さを引き出す歌にするっていうのが、うん、一番悩んだ楽曲だなっていう風に私は感じていて、うん、この楽曲は、うん、まずちょっと曲の構成自体が、うんうん、あの
大体の楽曲って A、B、サビそうだねなっていて、こうサビが一番ボリューム感のある感じだと思うんですけど、うんうんうん、多分サビの扱いになっている切ない片思い、うん、あなたは気づかないというこの一行だけで完結していて、うんうんうん、でこうずっと繰り返し続いていく感じが、うん、こういい意味でこう淡々としていて、うんうん、なんか歌う上で、うん、そこに感情を乗せすぎて、うんうん、こう起伏が激しくなっても違うし、こう淡々と歌いすぎてもやっぱりちょっとどこか物足りない歌になってしまうっていうところで、うんうん、すごく悩みながら、うん、いろんなパターンを試しながら歌った楽曲だなと思いますし、うん、でもこう出来上がりを聞くとこう私たちらしい、うん、切なさもあって、うん、ちょっと前向きな気持ちになれるような木枯らしに抱かれてに仕上がっているんじゃないかなと思います。はい、そしてなんといっても小泉今日子さんはもちろんなんですけど、この木枯らしに抱かれてといえばジ・アルフィーさんが作られたっていう印象がね、うん、みんな強いと思うんですけど、うんうん、そのリスペクトを残したアレンジにね、うんうん、西健さんがしてくださったということで、うんうん、そこもね結構お気に入りポイントになっていますので、うんうん、ぜひこの楽曲もたくさん聴いていただけたら嬉しいです。はい、続きまして、はい、カバー曲思秋期です。こちらは岩崎宏美さんのカバーとなっていまして、うん、このオータムトラックス秋の歌でカレンがソロ曲としてカバーさせていただきました。はい、そう今回ね、うん、初めてコンセプトミニアルバムでそれぞれのソロが入ったんだけど、はい、カレンがさバラード歌うと思わなくない思わなかった思わなかったよね、うん、自分でも思ってなかった。こう選曲の段階でも、うんうん、こう秋の曲の中でも、うん、ちょっとアップテンポだったり、うんうん、こうすごく前向きで、うん、可愛らしい楽曲をやるのかななんて、うん、そうなんだよね。それこそこの風は秋色とかさなんかそんなイメージじゃない彼もそれやると思ってラインナップが、うん、出た時に、うんうんうん、きっとソロ曲はこれだよねっていうのがあったんですけど、うんうん、まさかの思秋期を歌わせていただいたということで、うん、これまでライブだったり、うん、コンサートでソロコーナー作った時にね、だいたい私はアップな曲を選びがちというか、それかちょっとかっこいい、そうそうそう、疾走感ある系だよね。そうなの、うん、やっぱりクララがバラード歌ってくれるから、うんうんうん、そこのキャラクターの差別化っていうのかな、いろんな楽しみ方もしてほしいっていうのもあって、うん、割とパフォーマンスしながら歌う機会が多かったからこそ、うん、思秋期カレンソロで歌いますってなった時にもうすごく新鮮なのはもちろんだったんだけど、うん、びっくりが大きくて、でもね、うん、やっぱりこう選曲する段階で、うん、たくさんの曲に声を当てていったんですけど、うん、なんか、うん、なんでなのかわかんないんだけど、うん、すっごく聴いていてしっくりくる、そうなんだよね、楽曲だったんですよ。そう、彼も歌ってて、歌う時のさ、声のポジションっていうのかな、うんうんうん、楽曲ごとにさ、ちょっと変わったりするじゃない、うん、なんか落ち着いたのね、なんかこうビタッとなんか私の、もともと私の歌でしたみたいなぐらいね。もうそうなのこのオータムトラックスをきっかけにしっかり聴いて、うん、覚えてっていうことをしたんだけど、うん、なんか体にすごく馴染むのが早くって、うん、っていうのもなんか昔からさ歌謡曲をたくさん聴いてたりとかさ、うんうん、家にあったカラオケで演歌を歌ってたのもあるのかなって思って、うん、でもこのねオータムトラックス秋の歌がさ最後のシーズンになるから、うんうん、そこで新しい自分を表現できたのがすごく嬉しかったなって思います。はい、全曲視聴トレーラーが公開されてそこで初めてソロ曲だよっていうことと、うん、彼の歌声がね、うんうん、こう皆さんに披露されたんだけど、うん、もうさみんなびっくりしてたじゃない。そうだね、びっくりの声大きかった。そうし、カレンがこんな歌をこんな風に歌えるのみたいな信じられないよね、いつもなんかそういう声質で歌わないっていうのも、うん、あるし、割とそのキラキラ担当ってさ、うんうんうん、自分でも言ってきたからさ
しっとりだもんね、今回はね。しっとりだから、うん、きっとみんなもね、うん、びっくりしてもらえる一曲になってると思うので、うん、はい、はい、たくさん聴いてくれたら嬉しいな。はい、はい、ぜひたくさん聴いてください。お願いします。最後に、うん、カバー曲月の雫です。うん、こちらはルイさんのカバーとなっております。うん、はい、ということで、あのこの楽曲は、うん、クララのソロ曲に仕上がっています。はい、そう、これもさ、全曲視聴トレーラー流れた時からさ、うん、もう泣いちゃうよとかさこれはあかんてっていう声があったと思うんですけどもうなんて言うんだろうね、この楽曲はすごくバラード、自分でも好きって言ってるクララの真骨頂を感じられるのかなって思ってます。ありがとうございます。でも本当にもともと好きな楽曲ではあったんだけど、うんうん、改めてちゃんとこう歌う機会っていうのは今回が初めてで、うん、でも歌ってみたら、うん、なんか彼の思春期じゃないけど、うんうん、すごくしっくりきたというか、うん、なんかこう歌っていて、うん、こう自分の、うん、体にこう馴染んでいく感じがすごくして、うん、歌っていてとっても楽しかったし、うん、まあ、楽しい楽曲ではないんだけどね、うん、でもなんかこう表現するのが楽しいなって思えるような楽曲で、こうしてあのソロ曲でお届けすることができて嬉しいなと思っています。うん、でも、うん、今までこうソロ曲として発表させていただいた曲だったり、うん、ツアーだったりライブの中でソロ曲として歌わせていただいたこう楽曲たち、うん、まあ、クラリスの楽曲たちがほとんどなんですけど、うんうん、そのバラードとはまたちょっと私的には印象が違って、うん、こう AB メロの低くてこう静かだけど重みのあるような歌が特徴的だなと思ったので、なんかそこを表現できるように歌いましたし、なんかそこからのやっぱりこう重たいところからのこのサビの盛り上がりっていうのがまたこの楽曲の好きなところだなと思ったので、皆さんにそのところを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、なんかさ、高低差がすごくあることで、うん、心の奥底で思っていること、うん、あとは叫んで届けたいよっていう思い、うん、なんかそういう両方を表現できている気がして、うん、この楽曲がその高低差すごいあることで、うん、感情の表現っていうのかな、うん、幅がすごくあるのかなっていうのも思うし、うんうん、まず第一に日本語が美しいなって思ってて、歌詞の、うん、そう、一個一個さ紐解いていったらすごくね、ややこしいことになるし難しいと思うからそんなことはしないんだけど、うんうん、そんなことしなくてもさ伝わってくるじゃない、うんうん、この日本語の情緒が、うんうん、なんかその奥ゆかしさとか、うん、深みがすごくこの楽曲のいいところだなって思うし、うん、クララってさ意外とさ低い声で歌うことあんまなかったから。そうなんだよね。そう、なんかこう低い部分があっても、うんうん、なるべくこう逆に明るく、そうそうそう、歌うことを心がけたりする楽曲たちが多かったから、うん、そう、それもちょっと新鮮、うん、そこもすごく新鮮、うん、最初のもう琴の葉の子の入りからしびれちゃうだからもうたくさんクララの声に殴られてくださいはいはいじゃないのかなはい、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです、うん、はい、ということでコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌の全曲解説を行ってきましたが、はい、どうでしたか。もうね、うん、お手元に届いている方もいるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひね改めて、うん、いろんな思いでね、うん、この楽曲解説を聞いてまた違った視点からね、うん、聞いていただけたら嬉しいなと思います、うん、お願いします。クラリスのオータムラジオ。さてここからはコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌と、うん、ベストアルバムクラリスシングルベストセカンドについてお話をしていきます。はい、まずはコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌の LINE ミュージックキャンペーンの開催が決定しました。イエーイ。
今回はオータムトラックス全曲を対象にした LINE ミュージックキャンペーンとなっていまして、うん、はい、たくさん聴いていただいた方には素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンとなっています。はい、ぜひ皆さんご参加ください。本日この後24時から各種音楽配信サービスにてコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌の全曲配信がスタートしますので、うん、ぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。はい、そして先ほど楽曲解説いたしましたカバー曲思秋期と月の雫ですが、はい、完成したばかりのリリックビデオをいち早くこちらで公開しちゃいます。はい、それでは早速ご覧ください。どうぞ。虹色は愛を支え
リリックビデオはいかがでしたか？どうでしたか？やっぱりさ、イラストとともにそうだよお届けするとね、よりこう感情が伝わってくるんじゃないかなと思います、かわいいしね、こちらのリリックビデオはこの後クラリスオフィシャル YouTube チャンネルにて公開されます、なんとフルバージョンでご覧いただけますので、ぜひチェックしてください。お願いします。クラリスのオータムラジオ。ここからはお知らせになります。はい、明日10月16日水曜日の20時からは四季をコンセプトにしたミニアルバム4作品を対象にした4シーズントラックス四季の歌リスニングパーティーを開催します。はい、2016年の3月にスプリングトラックス春の歌をリリースして以来8年越しでこの四季がコンプリートとなりました。はい、私たちもね参加しますので、全20曲の収録曲、四季を感じながら、皆さんと一緒に同時再生して楽しみたいと思います、ハッシュタグクラリスアンダーバー4シーズンズ、と楽曲名のハッシュタグをつけた感想ツイートもお待ちしています。お願いします。さらにクラリス14周年を記念して、来週10月21日月曜日にはニコ生にて生配信特番が決定しています、14周年記念特番ならではのスペシャルなトーク、企画をお届けします、本編終了後にはアニメロプラスチャンネル会員限定のアフタートークもありますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。お願いします。ということで、この生配信を記念しまして、10月23日水曜日発売のベストアルバムクラリスシングルベストセカンドをソニーミュージックショップにて、対象期間にご購入いただいた方には高野音彦さんによって描かれたアーティストイラストのミニ色紙をプレゼントしたいと思います。すごいすごいね。特番では他にも素敵な企画をご用意していますので、ぜひ生配信をお見逃しなく。はい、さらに10月20日日曜日はクラリスメジャーデビュー14周年記念日です。はい、14周年を記念して10月20日日曜日の0時からベストアルバムクラリスシングルベストセカンド収録の新録曲、はい、クリアスカイ2024の先行配信がスタートします。ドキドキしてきた、ね、そしてこの10月20日の日曜日、20時からは、ちょっとまた別の話ね、クリアスカイ2024のミュージックビデオもプレミア公開されます。イエーイ。クラリスニューミュージックビデオ制作プロジェクトとして、ファン投票で選ばれた楽曲クリアスカイでミュージックビデオを制作してきました。はい、ファンの皆さんの思いと一緒に作り上げたミュージックビデオですので、公開を楽しみに待っていてください。はい、待っていてください。はい、今年の14周年も特別な一日になりそうだね、なりそうだね、盛りだくさん、皆さん一緒に楽しんでください。はい、そしていよいよ開催が迫ってきました、クラリスオータムツアー2024ビアフォルテナのお知らせです。ついに10月26日土曜日から、ビアフォルテナのツアーが始まります。早いよ、あっという間だね。ラジオが終わったって思ったら、その週末からライブだからね。そうだよ、今回はね、このオータムトラックス秋の歌、そしてベストアルバム、クラリスシングルベストセカンドのリリース直後のツアーということで、この2枚のね、素敵なアルバムたちからたくさん楽曲をお届けしたいと思いますし、私たちが歩んできたこの10年を感じられるようなツアーになっているんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみに遊びに来てください。待ってます。詳しい情報はクラリスの公式ホームページをご確認ください。はい、クラリスのオータムラジオ。今回もコンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌と、ベストアルバム
クラリスシングルベストセカンドのお話をたくさんさせていただきました。うん、皆さん楽しんでいただけましたか？どうですか？もうさ、うん、オータムトラックス秋の歌お手元に届いた方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、ベストの発売ももうそろ迫ってるよっていう段階なのに、リスニングパーティーしますよとかうん、うん、クリアス会公開するよとか、うん、ミュージックビデオも公開するよとかさ、うん、ぐちゃぐちゃだよそうだよ。なんと今回、うん、いつもさ、うん、このオータムラジオだったりこのウェブラジオで初解禁します、うん、そうだったのが、うん、もう足りなくって、そうあのオータムラジオとか関係なく公開されますからクリアス会に関しては楽しみがおもちゃ箱に入りきらないもう溢れちゃってる、うん、片付きません楽しみだらけででもね、うん、それぐらい私たちも本当にワクワクする時間をね、うん、過ごさせていただいていますし、うん、そんな宝箱に、うん、おもちゃ箱に入りきれない期間が過ぎたら今度はツアーもやってきますから。そうだよどうするのでもね、うん、皆さんと一緒に、うん、素敵なもう忘れられない思い出をたくさん作りたいなと思っているので、はい、この2枚のアルバムをたくさん聴いて遊びに来ていただきたいですし、うん、もう次のシャープ5は生配信ということで、うん、でも生配信だけどたくさんこう感想も読んでいきたいし、うん、あの X の、うんうんうん、X 投稿のエピソードもね、うん、たくさんご紹介していきたいなと思っていますので、はい、ぜひこのシャープ読んでね、うん、満足せず、うん、たくさん投稿していただけると嬉しいなと思います、うん、お願いします。まあ早速なんですけど、うん、このあと24時から各種音楽配信サービスにて、はい、コンセプトミニアルバムオータムトラックス秋の歌の全曲配信がスタートします。はい、ということで今回のラジオを踏まえて聞いていただけると、うん、たっぷりとこのアルバムの魅力が伝わると思いますので、はい、楽しみに待っていてください。はい、ラジオの感想や私たちへのメッセージは X でハッシュタグクラリスアンダーバーオータムラジオ、ハッシュタグクラリスアンダーバーオータムラジオをつけてポストしてください。はい、楽曲の感想もお待ちしています、うん、それでは次回は10月21日月曜日の20時から14周年記念生配信特番にてお会いしましょう、うん、そちらではベストアルバムクラリスシングルベストセカンドのお話もたくさんいたしますので楽しみにしていてください。はい、それでは以上クラリスでした。